皆さんこんにちは。こんにちは。ダブルグラムズです。はい。はい。はい、リーダー、質問があります。はい、今日はなんかこんなものが置いてありますが、はい、今日一体私たち一体何をやるのでしょうか。いや、私も何も聞いてません。ズコ4人分あるけどね。4人分あるけど何も聞いてないです。今日はですね、はい、2019年からゴルフのルールがちょっと大幅に変わりまして、この新ルールをちょっと覚えてもらうっていうことも含めてクイズ形式で、ルールクイズをやっていきます。おっ、そこ校長室ですかって校長室面談でも誰の学部長もないよねチャイムになるかな。そうだね。じゃあ1限目はクイズということで。そうですね、1限目頑張ろう。クイズ、うわー、面白い。始まりました。はい、じゃあ第1問。はい、ただ今回のルール変更で、まあ、いろいろ名称も変わるんですね。はい、で、まあ、そのうちの一つが、はい、ティーショット、ティーグラウンド、うんうん、ティーグラウンドって分かりますか。そこまでは分かる。はいそのティーグラウンドは新しい名称に変わるので、その新しい名称をそのホワイトボードに書いてください。新しい名称なんだよ、そのままでいいやね、お前。うん、ちなみにですね、ゴルフ場今までティーグラウンド、バンカー、ウォーターハザード、パッティンググリーン、その他のエリアをスルーザグリーンと呼んでたんですね。スルーザグリーン、今までは。みんな書けましたか。書けました。じゃあちょっと今回は一斉にフリップボード前に出してもらいましょうか。はい、せーの。アイポンから順に言っていく。ティーショットグラウンド。おそのまま。はい、私はティーイングエリア。エリアね。ほい、うん、はい、私なんて書いてるっけ。サイショット、最初に打つショット。私もそれでやった。これ、ティーファースト。あー、ありそう。ティーポイントみたいでね。あー、なんかありそう。正解を言います。はい、はい、正解は、ティーイングエリア。あ、おー、やったやった。すごい、さすが。よかったよかった。そう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 、さすが、さすが。
なるほど。はい。リーダーちょっと自信ありそうなんで、最後にして。やばいやばい。ボールを動かすことが良くなる。なんか、バンカーだと出しちゃダメだけど、なんかペナルティつけて出せるようになった。ごめん、あの問題が一応その池に入って、そのウォーターハザードでペナルティエリア、バンカーはバンカーなんですけど、あのペナルティエリアでしていいことなの。バンカーでは出していいこと。あ、そっから出していい。あ、なるほどなるほど。全般的にね、出していい。わかりました。じゃあリーダーちょっと、はい、お願いします。リーダー、エリア内でヘッドをつけて良くなった。では正解を。はい、正解おるんですね。その今までその先を つけちゃダメだった先をね。ソールをつけちゃダメだった。ソールです本当はあの言葉を、はい。ソールをつけて打っちゃダメだったんだけど、はい、あの今回からのルールでソールをつけても打って良くなった。自分だけ間違えてる。でもそれも厳密に言うとね、まあ、ソールなんで、まあ、先 OK です先 OK。エリダも正解。はい。だ。モラっていうのはね、はい、先につけていいんです。だから、はい、打ってる間は、はい、打つときは今までも別につけてよかった。ったそう。先に置いて、うん、打っていいっていうことになりましたっていう。わかりました。なるほど。Tポイントもらえるでこれで。Tポイントもらえる。ルールで調べたときに、いろんな、何やったかな、
でも大体プラス1、2が多かった気がするので、プラス、はい、私も2。おー、いいな。ピースって書いてある。これ分かる、これが下手くそなんですけど。自信ありそう。いや、なんかバンカー出したくないなと思って、これは調べたと思われる、私。はい、分かった。はい、2、記憶に。お、2、お、2、勘です。勘勘です。完全な勘で、完全な勘です。じゃあ最後、はい、私も2打罰です。あ、じゃあもう合ってる、みんな合ってる。なんか、そうなんだ、なんか字も字も合ってます。字も合ってあ、よかった、漢字間違えてるかな。え、こなんでしたっけ。こなだよ。え、だってちょっと待って、よくくんでじゃないけど、あ、リーダー、あ、これですか。リモンですね。リーダーもないよく見たら違いましたね。あ、そうそうそう、正解、はい。2、皆さんリーダーですので、はいはいはい、はい、これは正解です。やったー、やったー。